こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この前私、映画ジョーズを見たんだけど、迫力あってすごかった。やっぱりサメって怖いね。名作だよな。霊夢はサメといえばどんなサメを思い浮かべるか？やっぱりジョーズで出てきたホウジロザメとか、イタチザメとかかな。海面付近を泳いでいるものを想像するよ。まあそうだよな。それももちろん間違ってはいないんだが、実はサメは海面付近だけでなく、なんと深海にも生息しているんだぜ。え、深海にもいるの？どんなサメなんだろう。じゃあ今回はそんな深海に住むサメの中でも、特に希少な種を紹介していこう。聞いたことないサメも出てくるだろうから、お楽しみに。わあ、面白そうだね。魔理沙、解説よろしくね。それではゆっくりしていってね。深海に住むサメ？霊夢は世界に何種類のサメが生息しているか知っているか？100くらいかな。違うぜ、その数はなんと約400種類だとされているんだ。そんなにいるんだね。サメといえば、霊夢が見た映画ジョーズなどの影響で、人を襲う恐ろしい生き物だというイメージがついているが、実はこの400種類のサメのうち、ほとんどのサメには危険性がないんだぜ。そうなの？私はてっきりどのサメも凶暴で恐ろしいのかと思っていたよ。もちろんホウジロザメなどの大型で危険なサメもいるが、このような危険なサメは少数なんだ。この少数のサメは主に老僧で生活しているため、人と出会うこともありよく知られているぜ。じゃあ、深海に住むサメはどうなのかな？ますます気になってきたよ。この400種類のサメの中には、少数ではあるが危険なサメや大型のサメ、小型のサメ、老僧で生活しているサメや深海で生活しているサメもいて、非常に多様な姿生態があるぜ。400種もいるとなると、あんまり生態がわかっていないサメもいるんじゃない？ああ、これらのサメすべてがよくわかっているというわけではなく、特に深海に住むサメについては、水圧などの影響でまだまだ調査が進んでいないんだ。うわぁ、めったに発見されない種が多くいそうだね。よし、早速、そんな深海に住んでいる珍しいサメを見ていくぜ。オロシザメ。まず紹介するのはオロシザメだぜ。初めて聞く名前だよ。こいつは世界的に非常に珍しいサメで、日本では駿河湾と相模湾でしか確認されていないんだ。日本でも確認されているんだね。世界でも日本、インドネシア、台湾にしか分布しておらず、日本で発見された例は10例ほどで、インドネシアと台湾では、まだ1例しか確認されていないぜ。へぇ、生態についてほとんどわかっていないんだね。めっちゃレアじゃん。そんな今回は、オロシザメの見た目について、今わかっていることについて紹介していくぜ。オロシザメの大きさは、50から60センチメートルほどとされていて、最大で約65センチメートルの個体も確認されている。なんか、あんまりサメっぽくない見た目だね。見た目の特徴として丸い口や大きな鼻などが挙げられていて、顔が全体的にタヌキに似ていることも大きな特徴だぜ。確かにタヌキっぽいかも、体も不思議な形をしているね。お腹のあたりが大きく膨らんでいて、少しアンバランスな感じ。このアンバランスなオロシザメの体色は暗褐色で、全身をトゲで覆っているため、オロシガネのような肌になっているんだ。もしかして名前の由来は？そうだ、実はオロシザメという名前はこのオロシガネが由来していて、このことから、わさびや大根をすりおろすことができそうな肌を持っていることが、オロシザメの最大の特徴だと言えるぜ。わさびすりおろしてみたくなるね。やめてあげろ。このようにやや奇妙な姿をしているオロシザメだが、生態についてはほとんどわかっていないんだ。生息している水深も今のところ、150から350メートルだとされているが、正確なことはわかっていないぜ。この子は過去に捕獲されたりしているのかな？日本では何度かオロシザメを捕獲することに成功していて、水族館で飼育することに挑戦もしているが、残念なことにどの個体も1週間ほどで死亡し、食性なども全くわかっていないんだ。じゃあ水族館では見られないんだね。世界的にもこれほど珍しい魚は少なく、国際自然保護連合からも、希求種に指定されている。希求種って、野生絶滅する可能性が高い種のことだよね。本当ならすぐにも保護をしないといけないが、深海に住む生き物を保護することは難しい。すぐに保護をすることは不可能なんだぜ。今の私たちができることは、できる限り深海の環境を変化させず、ありのままの姿を残すことなのかもしれないわね。ワニグチツノザメ。次はワニグチツノザメだ。わぁ、何この子、すごく失礼だけどゾンビみたいな見た目をしているね。失礼だな。数いるサメの中でも特に奇妙な姿をしているぜ。ワニグチツノザメって、こちらも初めて聞いたわ。ワニグチツノザメは非常に珍しいサメの一種だ。
こいつはカラスザメ科に属するサメで、日本近海や台湾などで生息が確認されているぜ。この子も日本付近にいるんだね。ワニグチツノザメは1980年代に初めて確認されたが、それ以降もほとんど確認されることはなく、稀に混獲により捕獲される程度だったんだぜ。じゃあワニグチツノザメの生態については、ほとんどわかっていないだろうね。ああ、さらなる調査が必要だとされているぜ。今回はワニグチツノザメの見た目や、すでにわかっている生態などについて紹介していくぜ。はい、まず気になったのは、ワニグチツノザメの見た目だよ。体は細長い円筒状で、頭部は平たい。この平たい頭部には大きな目と特徴的な口があるんだが、実はワニグチツノザメの最大の特徴はこの口だぜ。なんかすごいトゲトゲしているね。当たったら痛そう。ワニグチツノザメの口には針状の鋭い歯がついていて、さらには伸縮する顎も持つという特徴があるんだ。伸縮可能な顎。ワニグチツノザメは餌を捕食するときに、この伸縮する顎を伸ばすことで捕食するとされているぜ。すごい捕食方法だね。捕食する対象を見つけたワニグチツノザメは捕食対象に向かって突進して、口を開けながら顎を突き出し、捕食対象を飲み込む。この時ワニグチツノザメは捕食対象を丸ごと飲み込んでいると考えられているぜ。丸ごと、怖すぎるんだけど。ワニグチツノザメの大きさは約50センチメートルで、それほど大きな魚を飲み込むことはできないが、それでも恐ろしい捕食方法だよな。ワニグチツノザメの捕食方法は変わっているんだね。実は捕食に関して、他にも少し変わった特徴があるぜ。何かしら？それは夜になると餌を取るために、表層に浮上してくるということだ。ワニグチツノザメは、昼間は深海300メートル付近で暮らしているが、夜になると餌を取るために、水深150メートル付近まで浮上するんだ。そんなに上がってくるんだね。これは日周鉛直移動と呼ばれていて、水圏生物が1日のうちに、規則的に生息振動移動する現象のことを指すぜ。そうなると他にも特徴がありそうだけど、何かないの？あるぜ、光を発するための発光器という細胞を持っているんだ。この発光器は他の深海魚も持っていて、ワニグチツノザメは主に覆面にたくさん備えられているぜ。へえ、面白い特徴もたくさんあるし興味深い魚だよ。ワニグチツノザメの生息数についてはまだわかっていないので、どれくらいの数が地球上にいるのかわからないが、非常に貴重な魚だということは間違いないぜ。もし、気になったらぜひ調べてみてくれ。写真などで見ると、よりワニグチツノザメの特徴を理解できると思うから、視聴者の皆さんも調べてみてね。メガマウス。次に紹介するのはメガマウスだぜ。あ、この子はなんか聞いたことあるかも。メガマウスは非常に珍しいサメだが、日本近海での捕獲例が多いため、ニュースなどで見たことがあるかもしれないぜ。だから知っていたのかも。メガマウスって、大きな口があるのかな。メガマウスの姿は、他のサメとは少し変わっているんだ。どんなところが変わっているんだろう。まずメガマウスの生息域は太平洋やインド洋などで、水深100から200メートルと、深海魚にしては割と浅い水深で生活しているぜ。実は夜になると餌を取るために、さらに浅い水深まで浮上してくることもあるようだ。さっき出てきたワニグチツノザメにちょっと似ているね。このようにメガマウスは比較的浅い水深に生息しているが、目撃例や捕獲例は世界で見ても少なく、これまでも数年に一度の頻度でしか発見されていないんだぜ。この珍しさからメガマウスは、幻のサメと呼ばれることがあるんだ。へえ。でもさっき捕獲例が多いって言ってなかった？そうだな、実は捕獲例が比較的多いのは日本なんだぜ。我が国日本。でもどうして日本近海に多く生息しているのかな？そのあたりの正確なことはわかっていないぜ。ねえマリサ、メガマウスの見た目だけど、やっぱり名前の通り大きな口を持っているんだね。体の形態自体は原始的な構造をしているぜ。私たちが一般的に想像する、現代的なサメのホウジロザメなどとは異なる点が多くありそうだね。古代的なサメって言われるのも理解できるよ。現代的なサメとメガマウスが最も異なる点として挙げられるのが、体が太く大きいという点だな。ホウジロザメなどはシャープな体をしているけど、メガマウスの体は太いよね。体長はなんと約6メートルもあるぜ。でっかー、メガマウスの大きな口は、人が一人は入れるくらいの大きさなんじゃない？そうなんだぜ。これだけを見ると非常に恐ろしい生物に見えるが、実はメガマウスはプランクトンを食べて生活しているため、人に危害を加えることはないんだ。あら、意外。メガマウスは体全体が鱗で覆われているが、喉の部分だけは皮膚が柔らかく伸びるようになっているぜ。こちらも伸縮可能ってわけか。実はメガマウスは、この伸びる皮膚を利用して食事をしているのではないかとされていて、
一度でかなりの海水を飲み込むことができると考えられているぜ。すごい。確かなことは分かっていないが、これまでの研究である程度の仕組みは判明してきているようだぜ。メガマウスは幻のサメと言われるほど貴重なサメで、その生態は非常に興味深い点が多いね。メガマウスを飼育することは現状不可能だが、骨格を展示している水族館は日本にあるぜ。そうなんだ、ぜひ見てみたい。大きさにびっくりしちゃいそうだよ。鎧ザメ。次に紹介するのは鎧ザメだぜ。あら、名前からしてかっこいい。鎧ザメは鎧ザメ科に属するサメだぜ。こいつはほぼ全世界の熱帯から温帯の海域に点在していて、日本周辺にも生息しているぜ。日本周辺って、意外とサメがいるんだね。これらの海域では水深200から1000メートルと幅広く生息していて、稀に海底よりも浅い水深で見つかることがあるようだ。へえ、鎧ザメは希少なサメの種の中では、生態がある程度わかっているんだね。結構珍しいんじゃない？ああ、これにもきちんと理由があるが、まずは鎧ザメの見た目や生態について見ていくぜ。はーい。まず鎧ザメの見た目は、体が少し細身を帯びた形をしている。全体的に古代の魚という印象が残るね。この古代の魚という印象には、鎧ザメの体色が骨褐色だということも多く影響しているかもしれないな。体長が1から 1.5 メートルほどあり、大きい個体だと 1.8 メートルにもなるそうだぜ。すっごくでかいんだね。この大きさに加えて、鎧ザメの顔にはある特徴がある。いろいろありそうだね。目もギョロってしているし、鼻も丸くて可愛いよ。今霊夢が言った、目や鼻はもちろん、なんと顎には約40本もの歯があるんだぜ。さらには鎧ザメの噛む力が強く、自分よりも大きな獲物でも噛みちぎることができるそうだ。40本もあるの？こんなのに噛みちぎられたら、って考えたら恐ろしいよ。これらの特徴から鎧ザメは、深海のゴジラと呼ばれることがあるぜ。その呼び名、納得。この深海のゴジラは主に深海の魚を捕食していて、エイヤ小型のサメ、エビなども捕食することが確認されているぜ。深海のボスね。あとは鎧ザメの覆面には、黒い斑点のようなものがあるんだね。よく見つけたな、霊夢。これには深海魚特有の発光する発光器だ。発光器？この発光器は鎧ザメ科に属する多くの種が持っていて、発光器には深海から表層に上昇するときに、地震の影を消す役割があるんだ。へえ、鎧ザメには様々な興味深い特徴があるんだね。現在は貴重なサメとして保護されているぜ。実は鎧ザメがもともとは珍しいサメではなく、他の魚と同様に漁の対象だったんだ。あら、そうなの？当時鎧ザメは、日本や東大西洋に面する国々では商品価値がある魚で、肉や肝油、フカヒレなどの他に皮も利用されていたぜ。どうして急に貴重になったんだろう。鎧ザメは繁殖と成長に時間がかかるため、鎧ザメの乱獲が続くにつれ、数を減らしてしまったんだ。そんな、現在は準絶滅危惧種として、保護の対象となっていて、漁で誤って捕獲されても、すぐに海へと返されるそうだぜ。じゃあ、現在は鎧ザメの姿を見ることが難しいだろうね。もともと鎧ザメは、単独もしくは少数の個体の群れで行動するため、数を減らした今は、鎧ザメを捕獲することの難易度が非常に上がっているぜ。一時期鎧ザメの飼育も試した水族館もあるが、やはりまだまだ深海魚の飼育は難しく、繁殖させることには至っていないんだ。鎧ザメは人の手によって、珍しいサメになってしまった生き物なんだね。見た目は少し恐ろしいけど、人に直接危害を加える可能性はかなり低いだろうし、もし鎧ザメを見る機会があれば、じっくりと観察してみたいな。オオアミザメ。うわ、これはいかにもサメって感じの見た目をしているね。こいつの名は、オオアミザメだぜ。名前にワニとサメと、恐ろしい生き物の名前が2つも入っている。このオオアミザメは、熱帯から温帯の海に生息しているとされていて、世界の熱帯や温帯の海に、局所的に分布しているようだぜ。広くは分布していないんだね。しかし、オオアミザメの個体数が少なく、捕獲されることが珍しいことから正確なことは分かっていないぜ。はい。まず霊夢も気になっているであろうオオアミザメという名前だが、この名前は、決してワニに似ているということからついたんじゃないぜ。そうなの？実は昔の日本の山陰地方では、サメのことをワニと呼ぶ習慣があったんだ。このことからオオアミザメのことを、大きくなるワニという意味のオオアミザメと名付けられたぜ。そうなんだ、ワニなのかサメなのかわからなくなりそうだね。オオアミザメはこの名前の通り、大型のサメで体長は 3.4 から 4.5 メートルほどに成長し、体重はなんと約 800kg にもなるぜ。きゃー、でっかい。この大きさに加えてオオアミザメの歯が細く尖っていて、牙のような形状になって、口
口の周りに飛び出しているため恐ろしい印象が残るよな。まさか人を襲ったり？いやいや、実はオオワニザメは大型のサメにもかかわらず、主に小魚や甲殻類などを食べていて、性格も凶暴ではないんだぜ。一見ホジロザメなどのような恐ろしいサメに見えたけど、実際はおとなしいんだね。水深15メートルから833メートルに生息しているため、人に危害を加える可能性は非常に低いだろうな。この子、鼻も尖っているね。さっきの鎧ザメと比べるとすごくわかりやすい。鼻も尖っていて、体色が灰褐色をしているのも特徴だぜ。この見た目はシロワニというサメと似ているが、系統は異なる。シロワニなのにサメ、繁殖方法はわかっているのかな？繁殖方法は未だに分かっておらず、胎生での繁殖ではないかと予測されているぜ。オオワニザメは分かっていないことも多いんだね。これからの研究に期待が寄せられているんだろうね。オオワニザメの研究は現在に関してだけでなく、過去の研究にも関わっているぜ。どういうこと？実はこれまでに、オオワニザメ科のサメの歯の化石が発掘されていて、オオワニザメは、生きた化石として重要な存在になっているんだ。現在オオワニザメの剥製標本を展示している水族館もあるぞ。そうなんだ、それは気になるね。ぜひ見に行ってみたいな。ラブカ。次に紹介するのは、ラブカだぜ。ラブカは珍しいながらもテレビなどでもよく取り上げられるし、知っている人は多いと思うよ。そうだな、ラブカは見た目が古代の魚のような姿をしていることから、生きた化石と呼ばれることがある珍しいサメだぜ。見た目にだいぶ迫力があるよね。襲われたら勝ち目なしって感じ。ラブカは、カグラザメ目、ラブカ科に属している深海のサメで、体長が 1.5 から2メートルほどの大きな魚だ。見た目は細身だが、頭部の幅が広くなっているため、ウナギに似ているような姿だ。確かにサメというより、ウナギに似ているかも。この平べったい頭部も気になるよ。平べったい頭部には、深海魚の中では比較的大型な目と、非常に大きな口がある。この大きな口の中には約300本の歯があり、さらにはサメ類がよく持っている歯、先頭の歯も持っているぜ。サメの特徴でもある尖った歯もあるんだね。やっぱりサメなんだね。ラブカはこの歯を用いてイカや小魚、時には自分よりも小さなサメなどを捕食しているんだ。見た目は古代魚を連想させるような、不思議な見た目をしているよね。どのあたりに生息しているのかな？分布域は、大西洋ではノルウェーの北部やアイスランドの西部、フランスなどで、太平洋では日本や台湾、チリなどで生息が確認されているぜ。結構様々な場所で確認されているんだね。だが、捕獲された回数は非常に少ないぜ。もちろん捕獲される回数が少ないのには理由がある。ほう、どんな理由があるの？その理由とは、ラブカが生息しているのが、水深500から1000メートルと、深い場所だということと、繁殖に長い年月がかかるということだ。ラブカは比較的深い場所で生活しているんだね。そうだ、だから捕獲することが難しく、たとえ捕獲することができたとしても、水圧の変化による肝臓機能の低下により、数日以内に死亡してしまうぜ。ああ、無念。一部駿河湾などでは、比較的浅い水深で見つかることもあるが、やはりラブカを飼育する技術がなければ、捕獲しても生態を研究することは困難だろうな。そうねー。それで、ラブカの繁殖についてはどうなの？通常魚類は卵を産むことで繁殖するが、ラブカの繁殖方法は他の魚類と比べて変わっていて、ラブカは魚類にもかかわらず卵ではなく、稚魚を産む卵体制で繁殖しているんだ。そんなことできるの？しかもこの繁殖には、約3年半もの歳月がかかるとされていて、1回の繁殖で生まれてくる稚魚も、わずか6から12匹程度だ。この稚魚たちは生まれた時の大きさが、50センチメートル程度なんだぜ。成長しきったラブカからは、考えられないような大きさだね。このように、ラブカは繁殖に多くの時間を有する上に、生まれてくる稚魚の数も多くない。だから、数も少なく捕獲されることが珍しくなっているんだね。また、ラブカ自体には商品としての価値はなく、漁師の方々も、ラブカが網にかかっても逃がすことが一般的だぜ。ラブカの捕獲は基本的には研究のため？そうだ。これから技術が向上して、ラブカのような深海魚を飼育できるようになれば、生態などが、さらに詳しくわかるようになると思うぜ。現在は生きたラブカを見ることはできないのよね。ああ、だが駿河湾に面する駿河湾深海生物館では、ラブカの骨格を見ることができるぜ。そうなんだ、機会があればぜひ立ち寄ってみたいわね。ミツクリザメ。次に紹介するのは、ミツクリザメだぜ。ミツクリザメは、悪魔のサメ、ゴブリンシャークと呼ばれている、非常に珍しいサメなんだ。悪魔のサメ？なんという異名。なんでこんな呼ばれ方をしているのかな？
もちろん悪魔のサメと呼ばれているのには理由があり、その理由は恐ろしい見た目だぜ。まあ確かに見た目は、角、鼻みたいなものがあってちょっと怖いね。ミツクリザメは、カリフォルニア沖や南アフリカ東岸など、世界各地の海で発見されていて、日本でも駿河湾や相模湾で発見されているぜ。駿河湾は、随分いろんなサメがいるのね。水深200から1000メートルと比較的広範囲に生息していて、体長も推定で5から6メートルと大型のサメだぜ。日本近海ではもう少し小型の個体が多いけどな。驚いたことにこの体長のうち、約 9% が突出した顎なんだぜ。あ、これ顎だったんだね。この突出した顎はミツクリザメの最大の特徴で、他のサメと比べても顎の突出は異常だ。さらにミツクリザメの口も非常に特徴的で、上顎が曲がっていることで、鳥のくちばしのような姿になっているんだ。確かに。口についている歯も尖っていて、一見恐ろしいサメに見えてしまうよな。このように顎の突出が特徴的なんだぜ。この顎、そこまで顎が突出していると、餌を食べるときに邪魔ではないのかな。そもそもどうして顎が突出しているのかしら。実はこのように顎が突出しているのは、餌を取るために発展したのだとされているぜ。まだ正確なことは分かっていないが、ミツクリザメは素早く顎を前方に射出することで、獲物を捕食していると考えられている。ほう？ミツクリザメの顎の射出スピードは、魚類の中でも今のところ最速と言われていて、なんと過去にミツクリザメの接触行動の研究で、秒速3メートルで、顎を突出させていたということが分かっているぜ。ミツクリザメが悪魔のような見た目で、顎を突出させるのは餌が少ない深海を、生き抜くためだったのかもしれないね。ミツクリザメは主に甲殻類や魚類、他のサメなどを捕食するとされているぜ。これだけ聞くと恐ろしいんだけど、人に危害を加えることはあるの？人間に危害を加える可能性は低いとされている。ミツクリザメは非常に珍しいサメで、滅多に捕獲されないことから、ミツクリザメの生態については、このくらいのことしかわかっていないんだ。ミツクリザメはとっても興味深い見た目と生態をしているね。さらに面白い生態などが発見される可能性がありそう。ミツクリザメは非常に珍しく飼育することも困難だから、長期間の飼育をしているところはないが、標本などの展示をしている水族館はあるぜ。ぜひ機会があればミツクリザメとご対面したいわ。ポエンティノーズブルーキメラ。次に紹介するのは、サメとはわからないような名前をしている、ポエンティノーズブルーキメラだぜ。え？え？何？長い名前だね。本当にサメなの？このポエンティノーズブルーキメラは、れっきとしたサメの仲間で銀ザメ目に属している。いやいやでも、見た目はサメとは思えないような姿をしてるよ。死んだような目と非常に奇妙な顔、幽霊みたい。霊夢が幽霊みたいって言ったのも、あながち間違いではないぜ。こいつはゴーストシャークや、キメラと呼ばれることもあるそうだ。なんかかわいそう。おそらく、ポエンティノーズブルーキメラという名前よりかは、ゴーストシャークという名前の方がよく知られていると思うぜ。それはそれでかわいそう。まあ、今回は、ポエンティノーズブルーキメラという名前が長いし、ゴーストシャークと呼ばせてもらうぜ。実はゴーストシャークは、これまで紹介してきた中でも特に珍しいサメで、2009年に初めて北半球でも確認されたんだ。結構最近だね。それまでは南半球では確認されていたのかな。それまでは、オーストラリアやニュージーランドなどの周辺で確認されていたが、その数もやはり少ないな。どうしてこんなに見つけてもらえていないんだろう。これはゴーストシャークが、水深600から2000メートルと、割と深いところで発見されていて、さらに動きが速いことから、捕獲や撮影することが非常に困難になっていると考えられるぜ。そっか。体色は白っぽく、サメにしては小さな口がついているぜ。目は薄い膜のようなものに覆われていて、この目がゴーストシャークをさらに不気味にしているよな。あと、ゴーストシャークの頭部に不思議な線が入っているよね。まるで縫い付け繋ぎ合わせたかのような姿。実はオスのゴーストシャークの繋ぎ合わせたような頭部には、格納式の生殖器があり、このような他にはない姿をしているため、キメラと呼ばれることがあるんだぜ。ほえー、キメラ。他にも翼のような胸びれがついていることなども、キメラと呼ばれる理由として考えられるだろうな。ゴーストシャークが異質な姿をしているのは、ものすごく伝わってきたよ。そんなゴーストシャークだが、祖先が約2億8000万年前のサメで、そこから進化したのがゴーストシャークだと考えられているようだ。これで進化系なんだね。ゴーストシャークは骨が軟骨だから、化石になりにくく、祖先の研究をしにくい状況だったんだぜ。そんな中ゴーストシャークの頭蓋骨によく似た化石が発見され、調査を進めて再現したところ、ゴーストシャークに非常に似ていたそうだ。だから、ゴーストシャークの祖先は、約2億8000万年前の、サメではないかと考えられているんだね。
ゴーストシャークはこの世の生き物とは思えない古代魚と、伝説の生き物が融合したような姿をしているよ。まだまだ発見数も少なく、生態などもわかっていないが、非常にロマンのある深海魚だと思うぜ。アングラーラクシャーク。最後に紹介するのは、アングラーラクシャークだぜ。アングラーラクシャーク、検索っと。え？これサメなの？というか、これ魚なの？アングラーラクシャークは、水深700メートル付近に生息していて、見た目は魚なのか、他の星の生命体なのか、わからないような奇妙な姿をしているよな。私も今見てびっくりしちゃったよ。全体的に丸みを帯びていて、皮膚の触り心地がまるで豚みたい。鼻も豚に似ているという、豚とサメが融合したかのような姿をしているね。ああ、このことからアングラーラクシャークは、豚の顔を持つ魚と呼ばれることがあるようだぜ。納得だよ。また、他にも海から引き上げられたアングラーラクシャークが、豚のように鳴くことから、トンヨと呼ばれることもあるそうだぜ。豚の要素が強いね。だが、きちんとサメの要素もあり、立派な背びれはサメの特徴とも言えるぜ。確かに。背びれってサメの象徴だよね。このように、摩訶不思議な姿をしているアングラーラクシャークだが、オロシザメ科に属する、れっきとしたサメだぜ。ここで再登場、オロシザメ。ただし、地中海では目撃されることがあるようだが、水深700メートル付近に生息している上に、絶滅危惧種に指定されるほど数が少ないのもあって、生態に関してはほとんどわかっていないんだ。不思議なサメの生態は非常に気になるけど、今後の調査を待つしかないね。ということで、今回は深海に住む希少なサメについて紹介してきたが、どうだったか？どれも珍しく、あまり知られていない種が多かった。サメといえば表層で泳いでいるイメージが強いけど、深海にもいるってことは初めて知ったよ。見た目も古代魚のようなものから、奇妙な姿をしているものまで様々だよな。どの種も実際に見るということは難しく、機会が少ないが、それでも稀に捕獲されることがあるぜ。もし霊夢も気になった種があれば、ぜひ調べてみてくれ。深海に住む珍しいサメたちの姿や習性は、どれも興味深いものばかりだったよ。とりあえずいっぱい出てきたから、今から駿河湾に行って調査でもしてくるわ。おう、霊夢が駿河湾に行くらしいので今回は以上にするぜ。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいんだぜ。よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。